ポンカです。カノンです。マドカです。ユウです。パッシュサクソフォンカルテットです。さい久しぶりですっていう、そうそう久しぶりの喋りの動画だなと思ってお久しぶりですよ。せいはい、今日はですねオーメンズオブラブをカルテットで演奏します。イエーイイエーイ。勉強ですね。ね、大好き大好きだよね。作曲が泉さんだよね。はトワイライトアッパーウイスですね。あ知ってる本当に知らない、うん、あのやってたよね。そう、あ、そうだよ。あのもちゃんが入る前のファッションなんですけど、あの北海道公演した時にこれ2部ですね。あ演奏してました、うん、結構、ね、泣ける曲。まあ私たち4人とも吹奏楽部出身ということで、吹奏楽部時代の何か思い出ありますか、皆さん。どうでした？もちゃんは中学高校？そうですね。そうだね。それこそあの質問動画にもあるけど、吹奏楽で好きな曲はとかその動画で話してたり、うん、見てたりするんだけどね。でもあの俺北海道じゃないですか。うんうんうん、特殊なのは多分あの冬が多分今の時期ね。あの合奏とかやる時に、うん、あの。もう楽器が温まんないですよ。吹いててもどうしても。だからあのストーブの横にこう楽器を近づけて、温めて。でもそれこっちでもやんない？あの体育館のさでっかいストーブに作って温めてしてた小学校。確かに今はね設備として学校の時あるかもしれないけどね。そんな思い出もありつつ、4人とも吹奏楽出身なのでこのオーメンズオブラブねとても大好きな曲なので楽しく演奏しました。ぜひ楽しんでお聴きください。どうぞ。